デビット・ギャラガーはアメリカ合衆国の俳優である。1985年、ニューヨーク市クイーンズ区に生まれる。母親はキューバ系、父親はアイルランド系だった。2歳の頃から子役、モデルとしてキャリアをスタートさせ、バーガーキングやパナソニック、ディズニーワールドなどのコマーシャルへも出演。1993年にジョントラボルタ、 カースティアレイ出演のコメディ映画、ベイビートークにリトルダイナマイツで、二人が演じる夫婦の息子を演じて映画デビュー。1995年には、スタジオジブリの耳をすませばの英語吹き替え版で甘沢聖治の声も担当している。ファンタジー映画、フェノミナンでは再び、トラボルタとも共演し、それ以降も映画やテレビドラマなどへの出演をコンスタントに続けており、 役者としてのキャリアを築いている。俳優として活動する傍ら、地元の高校を卒業後に、南カリフォルニア大学へ進学して、映画と演劇を学んだ。テレビシリーズ、セブンスヘブンへのレギュラーキャストとしても知られており、同作品への出演で2003年に、ティーン・チョイス・アワードを受賞したほか、いくつかの賞へもノミネートされた。ありがとうございます。